모! 하루가 트레스! 皆さん、 리포게 아비디에이마스카? 오버쇼리소레? 수고리고카다! 아이리스로 이마노 대머치 포켓몬가 判明したという件について話していきたいと思います! では関係なきの昨日ね、ゴールデンウィーク1日3本投稿終了しました! 本当はね、この動画もね、昨日あげたかったんだけど、力尽きて今日になってしまいました。これからもハルカット頑張っていきますので、みんな応援よろしくお願いします。というわけで、よかったら最後まで聞いておいてください。アニポケチャンピオンになったアイリスの今の手持ちポケモンがついに判明した。 5月7日のアニポケはドラゴンバトルサトシ VS アイリスということで、ベスト B 主編でのヒロインだったアイリスが登場するんですが、先ほど公式ツイッターの方であるスイートがされました。それがこちらです。アニメポケットモンスターベスト B 主編でサトシと共に旅をしたアイリス、ドラゴンマスターを目指し修行に出ていたアイリスは、なんと一地方のチャンピオンに。ということで、なんと画像にはヌメルゴンがいますよね。アイリスの手持ちポケモンはこれまで、キバゴ、カイリュウ、ドリュウス、エモンが、フカマルと5体いて、あと1体どんなポケモンを連れてくるのか楽しみだったんですが、 それがおそらくこの画像からしてヌメルゴンってことが分かりますよね。ヌメルゴンといえば XY から登場したポケモンなので、アイリスも修行のためにカロス地方へ行き、そこでヌメルゴンをゲットしたのでしょうか。もしそうだとしたら XY 編でサトシはカロスにいる時にアイリスとすれ違った可能性もあるのかなと思いました。そう考えるとなんか感動というか面白いですよね。アイリスのヌメルゴンをサトシが見てどこでゲットしたのかとか、どこを旅したのかなど、過去の自分のヌメルゴンの話を含めてアイリスと話する展開があれば、 熱いなと思いました。あとこの画像の左上には深丸がいますよね。この深丸って多分あの終盤にゲットした深丸ですよね。僕はてっきりアイリスが一種地方のチャンピオンになってるんだったら、この深丸もガブリアスに進化してるんじゃないかと思っていたんですが、 まさかから進化していませんでしたね。進化してたら絶対強いのに。深丸自身が進化を拒んだって可能性も高そうですが、どうなんでしょうか。どうして進化させないのって僕の中で一つ考察があるとすると、今後シロナが出てきたとして、シロナがガブリアスを使うので、そこでキャラかぶりしてしまうから、という理由はもしかしてあるのかなと思いました。まあバトルについては、多分アイリスはオノロクスとカイリュウを出すと思うんですが、もしかしてこのツイートでヌメルゴンが出てきたということは、カイリュウとヌメルゴンって可能性もありますよね。 アイリスがどのようにポケモンを育ててきたのか知れると思うので、明日のアイリス登場、そして手持ちポケモンの登場が楽しみです。もちろんバトルに関してもすごく楽しみなので、明日のバトルは見逃せません。とまあこんな感じで、アイリスの今の手持ちポケモンが判明したという件についてでした。ちょっとでもこの動画、ちょっとタッチャンネル登録やよろしくお願いします。では次の動画です。せーの、グッディ。